はい、皆さんこんにちは、キラキラ USA のママです。ですね、今日は普通の午後、主婦のザ午後を動画にしてみたいと思います。洗濯物畳むところから始まってます。今朝の洗濯物です。この間の動画ではですね、3日分を溜め込んでしまってですね、めちゃくちゃ畳むのが嫌になったので、今日はちゃんと今日洗った分を今畳んでおります。じゃないとですね、5人分のパンツを 3日分貯めると15枚もパンツ畳まなきゃいけなくなっちゃってですね、ちなみに今日は洗濯機をね3回回しました。なんでかっていうと、1回目これ普通に回して、2回目ジーンズ、そのジーンズをねまとめて今日洗ったのね。それが2回目でしょ。で3回目はことちゃんの寝具、シーツとかさ、お布団のとか枕カバーとか洗う日だったから、3回も洗濯機回しちゃったんですよね。ガバガバなんだけど、ちょっといっちゃってるね。ごま油、醤油、お、ない、ちょっと砂糖、ちょっとライム、ライム入れます。ちょっと待って、ご飯なくね。ご飯がないんだ。そうだ、ご飯がないのよ。思い出しちゃったよ。待って、冷凍庫にもない。ちょっと待って、あ、あります。じゃーん、佐藤のご飯みたいなやつです。チンするやつ。これが安かったのでこの間買っといたんだよ。あの時の自分偉いな。おい、なるべくこの黒いところを入れないようにしないとね、この黒いところがすごい臭みがあるよね。はい、さっと混ぜたら出来上がり。ポキ丼&ビーフシチューで今日のお昼ご飯をいただきたいと思います。それではいただきます。これいくよ。うん、もちろん美味しいです。いたいた、どこにいるかと思ったコナちゃんいたね。はい、それではちょっと買い物に行って、参りたいと思います。買い物行く必要あるかな。なんかドッグフードがないのよね。ドッグフードと洗剤がないのよね。でもお肉もちょっと欲しいしなっていう、あー一軒で終わんないパターン。コナちゃん、コナちゃん、コナちゃん、それでは今から買い物に行きたいと思います。バイバーイ。
す。それでは安全運転で行きたいと思います。ちょっと車洗っていこうかな。こんな感じの普通の洗車屋さんですね。ここでちょっと機械で洗っていきたいと思います。洗車屋さんもさ、すごい値上がりしてるの。8ドルだって。8ドルプラスバンだからプラス2ドルで10ドル。そう、高いね。あそこでおじさんがどれにするっつって、あのクレジットカード入れてくれるだけのおじさんいます。ありがとうね、おじさん、助かります。How you doing? To complete your purchase, please insert cash or card. You take a receiptNo, thanks. I don't need it. Thank you. Please proceed by following the directions on the sign. 8ドル、あ、そっか、8ドルだった。そりゃそうだよね。機械で洗うやつだから値段が同じだ。あ、なんかここのカーブ難しいんだけど。ね、もうちょっと遠回り、大回りした方が良かったかな。行けるかな。ちょっとやばいんだけど、大丈夫かな。怖い怖い怖い。このタイヤ入れるのがすごい苦手なのよね。ドキドキするんですよね。途中で止まったらどうしようとかさ。あー、なんか怖いじゃない。こうやって前見えなくなるとすごい私怖いんですよね。これ怖いけど来るけどさ。サイドミラーに自分が映ってるのしか見えないんだけど。サイドミラー見ると自分が見てるこっちを。うわ、何これ。ホースが落ちてました。Thank you.
できなかったし、今日次の日もできなかったし、次の日もできなかったから、やっと今日できたのね。あ、そう。そんなみんなうるさくしたんだ。だから、今日もらったのはね、英語。The name mom has frisbee. No. これここの美味しいって YouTube 見てる人教えてくれたの。ここの酸っぱくなくて美味しいよって。これ高いんだよ。いつも買うの3ドルぐらい。これ安くなって8ドルもした。すごい思い切って買った。でもその方が紹介してくれてたのはボローニャ、ミートソースなんだけど、これしかなかったんだよね、マリナラ。何ボローニャ。ボローニャってほらミートソースちょっと肉入ってる。ボロネーゼだ、ボロネーゼ。パパのチーズケーキ。そのコーヒーと、あ、これも買ってきたよ。いるかなと思って。でかっ。ブリートグランディって感じ。ブリートグランディだ。でっかいブリートのような。あとはなんか美味しそうなパスタ買ってみました。え、それポテちゃんのお気に入りのチップス大好きでしょ、これ。やっとね、ガイキュー食べるの。スイカね。ワイン、ワイン、ワインと。これは3本だけで全部ママ用。え、